皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズの村上敦史です。皆さんこんにちは、スタッフの桃香です。本日は高圧洗浄機の使い方3つのポイントということでお送りしていきたいと思います。で、3つのポイントの1つ目なんですけど、皆さんからよくご質問いただくのが持ち方、そうですね、ボディとの距離、あとかけ方、この3つを村上さんに教えていただきたいなと思います。はい。1つ目の持ち方、持ち方、持ち方、はい、何、持ち方って何？でも、もう初めて目にする人もいるから、あ、まずうちのこの高圧洗浄機ね、ケルヒャーっていう、あの、まあ、一番ねよく売られてるドイツのメーカーかなんかなんですね。でこれ業務用なんですよ。業務用の、なんでこことかもねちょっと全然家庭用よりごついっす。で家庭用はね安いと1万円ぐらいで、高いと 3,4 万でホームセンターとかで売ってますよね。これね業務用なんですけど一番安いんで、これね定価は12万ぐらいなんですけど、なんか楽天市場とかでね6万5千ぐらいで売ってるんですよ。だから何気にいいんじゃない、うん、そしたらこんなねいいやつ来るよ。ポイセンションのとここのタイプですか、ね、こんな感じだよね。だからちょっと皆さんが持ってるやつとは違う、なんかねこのなるべく前側を持った方がいいです。こことか、なんか普通こう持ったりするとこうね力がいるんですけど、こう前側だとこう力いらないし、こう微妙に動かせるでしょ。ここだとこうちょっと動かすとすげえ動いちゃうでしょ。なのでこんな感じ、まあちょうどここにねかかるようになってるからこんな感じ、まあ僕が勝手にそう持ってるだけなんだけど、従業員さんとかで巻いた人はなんかこの辺持ってた人もいたけど、こう離して持つといいっすよ。実際にかける時のかけ方の順番を教えていただいてもいいですか。順番、はい。今ちょうど今日雨降ってるんで少し濡れてますけどね、僕これねどこに高圧洗浄機があるかでかけ方は変わります。無駄に動かなくていいように、うちはあの前にあるから後でこっち側、ここら辺にこう水かけたくない、これエアコンのスイッチとかがあってね、これ全然防水じゃないからこっちに水かけたくないから、こうこっちに向かってこうやるとさかかるじゃん。なので後ろから前にで、こっち側をやって、で、ホースこっちに持ってきて、こう対角線はホース来るから、こう来るでしょ？で、こう反対から回るとここまで来れるから、また後ろから前にやるっていう順番でやってます。で、基本は上から下に、手前から奥にですね。ね、この辺こうやって、きれいにした後、こう上を流すと、結局ここからこう砂が落ちてきちゃうからね。はい。距離？距離。距離はね、その高圧洗浄機の種類によって違うと思うんですけど、まあ、高圧洗浄機近いとすごい力なんで、こうあんま近くからやると塗装がねバリバリンと剥げていっちゃったりすることもある、まあ、ここから剥げることはあんまないと思いますけど、例えばこういう縁とかからバリバリっと剥げたりすることもあるので気をつけてほしいです。あとはね、なんか勢いがありすぎて砂とかで傷つくんじゃないのって心配もあって、僕も最初心配してたんですよ。でもまあちょっと使わざるを得なくなって使ってみたら全然傷がつかなかったんだけど、それにしてもあんまり近くからやるとね砂がすごい勢いでこうぶつかってもしかしたら傷つくかもしれません。でどうすればいいかって言ったら、手を当てて自分で確かめてみてください。で手がもう当てられないぐらい痛いんだったらそれは塗装もねダメですよね。で怪我するからいきなり近くからやらないでくださいよ。多分これ手穴開くんで危ない。なんかこの辺から近づけてるとふって油断して近づける人がいて痛ーみたいになったりするから気をつけて、でこう出して手でこのぐらいなら全然、これならですよ、ものによって全然違いますからね大丈夫。あ、でももうこれぐらいで痛いの、痛い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 、だからもうこんぐらいですね、こんぐらいだよね、ね、もうこれ以上近くにしたら、まあ、ガラスだったらいいからやるけど、こうこんなのをボディにやったら危ないってことですね。なんでまあこれぐらいがいいところです。あとは例えばこびりついた虫とか砂がひどい時に、でもこうやるだけじゃ、まあ、手でも痛くないぐらいだから取れないじゃないですか。じゃあもっと近づけたかったらこう横からこういうふうに当ててあげれば、こうついてるものは横に力で飛んでるけど、ボディには直接力が加わらないんで痛くない。それも手で試せばいいです。こうね、こうならいいの、
手の表面がすごい勢いであっちに行ってるけど、あの手は大丈夫、手ピッて上げたら多分血が出るだからこういう風にねやってあげる分にはこういいですよ、うん、あ、順番は全部しちゃうんですけど、はい、受け方でドアの隙間とか、うん、トランクの隙間とかどういう風に洗えばいいですか、うん、あそうですね、こんな何にも考えないでかけるとこういう風にねかけるだけになっちゃうんですけど、これだとあんまりねその水道でこうかけてるのと変わらなくなっちゃうんですよ。これね見ると一方方向に平らに出てるでしょ、丸く出てないんですよ。なのでこれをこうここだったらそこにこう合わせて、こう合わせて上げるといいですよ。うん、ホイールハウスとか、そうね、ホイールハウスもでこれねこの中洗いたいから近づけるけど、ここが近づくでここに当たるとここが一番危ないから、あんま近くからここの縁に当てないようにして、でも俺の車も車高低いからだいぶ隙間ないけど、こうこういう感じで入れてあげて、で最近ねなんかショートノズルって言ってここがなくてなんか短いやつでこう洗うのが流行ってるみたいなので、ここが洗いやすいって言ってるんだけども、長くてもうノズルが長いだけでまあ同じなんで、なんか短いから洗いやすいってことはないと思うんだけど、まあ、ただうち広いからいいけど、狭いとこだとねこうやろうと思ってもここが狭かったら入らないから、狭いとこだったらショートノズルがいいと思います。同じなんでこうこういう感じでね、タイヤにもこっちにも当てないようにやってください、はい、自信がない人はちょっと遠目からねやれば多少こう当たってもね安心ですからね。多分タイヤでこうやったらタイヤに穴開くんですよね、多分ね。はい、高圧洗浄機を使う点で注意するべきことを、注意するべきこと、そうですね、さっき言った通り近づけすぎると危ないんですよ。近づけすぎなければそんなに気にすることはないです。例えばね、じゃあいいですか、高圧洗浄機何が便利かっていうとですね、勢いが強くて汚れが落ちるってこともあるんですけれども、例えばホースでここを全部、例えばシャンプーした後の泡流そうと思ったら、こうやってねこうこんな感じでこうこんな感じで流していかないといけないんですよ。 泡だとしたらこんな感じで流してね、でこっちもこういってね、こうやってこうやらないといけないんですよね。それがね高圧洗浄機だとこれ勢いがあるんで、泡は別にほらそんな強い力じゃなくても流れるじゃないですか。勢いがあるから、ここにいるままこうこんな感じで流せちゃうから楽なの、早いし、ということなので、注意点というか、なんかそうやって楽ですということで、出てる水はシャワーから出てるよりこっからの方が少ないんです。勢いは多いけど水は少ないんで、水が少ないからこうかあんまこうやってると実は水はあんまりないから流れない。ある程度すすぐ時は水の量が少ないっていうことを覚えておいて、こうゆっくり動かしてあげる。機種にもよるんですけど、シャワーから直接水出すと1分間に8リットルか9リットルぐらい水が出るんですけど、このケルヒャーで1分間に7リットルぐらいしか出ないし、家庭用のケルヒャーだったら6リットルぐらいしか出ないんで、はい、ちょっと少ないんですよ。ちなみにホースから直接ジャーって出すと15リットルぐらい出るんで、その3分の1ぐらいしか出てないということを覚えておくといいと思います。あとはあとコイン洗車場の高圧洗浄機を使うのに気をつけること、あーなるほど、コイン洗車場の高圧洗浄機ってなんかもうちょっと水が広がって出るよねっていうだけなんだけど、
なんでしょう、気をつけるってね、多分あれですよ、水乾かさないようにすること で僕はコイン洗車場あんま行かないけど、もし行くと水かけてシャンプーで洗って、で水かけて終わるんですよ。あと拭き上げコーナーに行って拭き上げするだけなんで、まず水コースしか選ばないんですけれども、なんか水コースの途中で3分休憩みたいにできるじゃん。あれって止まる？止まるとこと止まないとこあるよね。私のとこは止まらなかったので一回やめました。だよね。だからなんか止めてても糞は進んでいっちゃうんですよね。なので水かけて止めて洗うんですよ。洗い出します。で洗ってる間に絶対乾きそうになるじゃん。そしたらそのなんか残り10秒20秒ぐらいの時に、もうとりあえず洗うの一回やめて最後の水をちょっとかけた。水補給されるでしょ。で乾かなくなるじゃん。で終わっちゃう、ピーって終わっちゃうけど、あとは構わず洗って、洗ってる最中でまた乾きそうになるでしょ。で残り 2,3 分で洗いそうなとこまで進んでたら、そのまたお金入れてまたちょっとかけて水足してあげる。でまた一時停止にして、で最後2分ぐらいあったら全部流せるから、 2,3 分で全部流せるから、そう 2,3 分までの間ちょっとこう洗って、で最後の 2,3 分で流す。わかります？時間との戦いだけど、まあその水コースだったらそれを、まあ、2回最低使って、でその間止めて、無駄なく最初と1回目の終わりぐらいと、2回目の最初と2回目の終わりぐらいでちょっと流せるようにして、でその1回目と2回目の間はまあまあ別に時間があるんでしっかり洗うみたいな感じで、途中2回ぐらいこう水を足してあげられるように使いますね。あ、そうだね、うん、そこが注意です。間違いないね、うん、じゃあ以上ですね。以上、はい、はい、じゃあ最後に皆さんにちょっとあれですけど、よくある高圧洗浄機のじゃあ間違いみたいなのは、よくあるパターンはなんかこんな風に持ってこう、こういう感じで使う人がいますけど、これだと高圧洗浄機の良さが全然出てないです。あともう一個は本当近いの、もう普通にこう、これガラスだからやってんだけど、本当こんぐらいでこうボディもやっちゃう人はちょっと危ない。あとここの辺もこう、こうやってて、ここ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 、こうそのまま行っちゃうのとかね、後ろもなんかこうやってて、ここをこうそのまま行っちゃうとか、そういう目の前のものをちょっと見落としちゃう人もいるんで気をつけてください。ちゃんとこう手前から奥に、上から下に、でこういう枠を意識して、こういう感じでかけていけば大丈夫ですよ。はい、よろしいですか？わかりました。はい、はい、というわけで今日は高圧洗浄機の使い方のポイントについて説明していただきました。高圧洗浄機は使えるととても便利な洗車道具です。ぜひご自宅やコイン洗車場で今回のポイントを意識して洗車していただけたらなと思います。そうですね、高圧洗浄機使うと水の勢いが強すぎて塗装面に傷つけちゃうんじゃないかとプロでも心配してる人がいっぱいいて、僕も心配してたんですけど、使ってみたら大丈夫だったんで、大丈夫だと断言できますので、うまく使ったら使い勝手いいので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、じゃあ今日の動画面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またコメント欄も、コメント全部返せない時がありますけれども、コメント全部読んでますので、ぜひコメント欄もどしどしコメントを寄せください。じゃあ次の動画も楽しみにしてください。